よーし、じゃあ歌詞を考えるぞ。無理だー。この曲はメロディーがモヤモヤして、いや、なんでもない、いい曲だ。山芋を讃えるくだりをぶっこんでるのが間違いなのかな。山芋は悪くない、責めるなら山芋を好きな僕を責めろ。あー、先生、男らしい。そうかい。でもこれ、客観的に見返すとモヤッティたちより山芋についてアピールしてるよね。これは山芋業界と手を組まないとモヤッティたちに得がないよ。まあそれはおいおい。わかった。じゃあ既存の有名曲を有効に活用していくことを考えようよ。パクリは良くないぞ。しっけな。あのね、まず先生の曲はこんな感じ。ニットニットニットの帽子のニッパくん。今頑張って言ったの。言ってないよ。それでね、モヤッティの曲はこんな感じ。モヤッティ、モヤッティ、モヤモヤッティ。クエスチョン感がすごい。そう、モヤッティの魅力は不思議感だと思うから。でもやっぱりパクリは良くないよ。カバーとかリスペクトとかインスパイアとか、パクリは良く